岸田総理大臣はイギリスでスナック首相と会談し自衛隊とイギリス軍の共同訓練を推進する円滑化協定に署名しましたこうした重要な文書に署名することができたということは日英安全保障防衛協力これを新たな高みに引き上げるものである 円滑化協定は自衛隊とイギリス軍の部隊が共同訓練の際に双方の国を行き来しやすくするもので岸田総理は協定の締結後自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた動きがさらに進展することに期待すると述べました岸田総理は G7 ・主要7カ国首脳会議のメンバー国を歴訪中でこれまでにフランス、イタリア、イギリス3カ国の首脳と会談を行い 日本が議長国として広島で開催する G7 広島サミットの成功に向けて協力を確認しました。